イワシクジラ、イワシクジラ、イワシクジラ、バラエノプテラボレアリスは、クジラ目長流クジラ科に属するクジラ。インド洋南部、大西洋、北部及び南部、太平洋、北部及び南部。最大全長1770センチメートル。体重を背15.9トン、メス17.8トン。オスよりもメスの方が大型になり、オスは、最大でも、全長1680センチメートル。 体型は細長い。上顎分担から鼻孔にかけて一本の筋状の盛り上がり、キールがある。喉から腹部にかけて三十二から六十本の畝が入り、畝はへそに達しない。下顎から腹部中央部の畝は白いが、谷は黒い。背面の色彩は暗青色、覆面の色彩は単成色。上顎郊外には、 左右にそれぞれ最長を 80cm に達する320から400枚のヒゲがある。ヒゲには白く細い毛が密生する。ヒゲの色彩は黒いが、分担部には白いヒゲもある。背びれは他の長須クジラ科のクジラよりも前方にあり、三か月型で直立する。陰形の色彩は黒い。出産直後の幼獣は全長400から 450cm。 亜熱帯から亜寒帯の海洋に生息する。食生は、動物食で、甲殻類、魚類などを食べる。群れている獲物を口を大きく開けて、海水ごと取り込み髭で、獲物だけをこし取って食べるか、水面で口を開けながら泳ぎ獲物をこし取りつつある。程度のが溜まってから一気に飲み込む。スキムフィーリングと呼ばれる、祭事形態を取り、これは、長スクジラ科では、珍しい事例である。 採除方法の関係上、セミクジラと共通点が多く、採除の場を共にすることもある。その際、競合的な行動は見られない。繁殖形態は耐性。冬季に交尾し、妊娠期間は約11ヶ月。2から3年に1回、1頭の幼獣を産む。授乳期間は約6ヶ月。生後2から3年で、生成塾以前は約十一年で、 生成熟していたとされるする。寿命は最長で74年。自然環境の回復が進む地域を除くと、沖合性が強いことも、相まってホエールウォッチングの積極的な対象になることは、アズレス諸島等いくつかの海域を除くと少なく、ブリーチングなどの活発な行動を見せることも非常に稀である。しかし、クジラがリラックスしている限りでは船やヨットに、 積極的に接近、遊泳することもある。近縁のニタリクジラと混同されており、学術的に日本近海にニタリクジラが分布することが明確になったのは1950年代である。19世紀の爆発性森や蒸気力ボートの開発により、商業捕鯨の数は激増することとなる。それまでは、イワシクジラは素早く逃げることが巧みであり、 また他の大型クジラと比較し、少量の原油しか取れかったためそこまで捕鯨の対象とならなかったことによる。他のクジラの頭数が欠乏しつつあったことにより1950年から1970年代にかけて、イワシクジラが捕鯨対象の主流とされることになる。北、大西洋では1885年から1984年にかけ、 14295頭が捕獲される。これらの大部分はノルウェーやスコットランド沖で行われ、主に19世紀後半から20世紀初めにかけ行われた。20世紀初め、ノルウェーでは陸上の哺乳類を捕獲することが困難であったため、芸肉は一般的な食料であり、また貴重なタンパク源であった。北、太平洋では、 報告された限りでは1910年から1975年の間、特に1947年以降を中心に72,215頭のイワシクジラが商業捕鯨用に漁獲された。日本や韓国沖では1911年から1955年にかけて毎年300から600頭が捕獲された。 1959年には日本の漁獲量が最大となり、1340頭が捕獲される。北、太平洋では1960年代前半から保元者による過剰搾取が始まり、1963年から1974年間の平均捕獲数は3643頭にもなった。合計43719頭、最小1280頭。 最大6,053頭イワシクジラの大量捕獲の約10年後の1971年、日本近海でイワシクジラの数は欠乏し、1975年には西北太平洋での商業捕鯨が禁止され、終了することとなる。さらに1971年、東北太平洋でのイワシクジラの商業捕鯨も終了する。 南半球では1910年から1979年の間に152,233頭が捕鯨される。南半球において、本来はザトウクジラなどが対象であったが1913年以降、ザトウクジラの生態数が減少し、ナガスクジラやシロナガスクジラが捕鯨されるようになり、これらの種族も欠乏し始めたことにより、 1950年から1960年代前半、イワシクジラが急激に捕鯨対象となる。1964年に、この捕獲はピークを迎え、年間2万頭ものイワシクジラが捕鯨された。しかしこの捕鯨数は1976年には2000頭まで減少することとなり、1977年にはイワシクジラの商業捕鯨が完全に終わりする。なお、 前述の通り日本においては1950年代まで、イワシクジラは、ニタリクジラと混同されていたため、捕鯨頭数も、その時期までは、ニタリクジラも、イワシクジラとして一括して集計されていた。1970年に、北、大西洋での捕獲割当て量が、IWC によって決められるまで、イワシクジラは、国際的に重要に保護はされておらず、 割当てが決められるまで捕鯨数はほとんど制限されていなかった。1976年、イワシクジラは北太平洋での商業捕鯨から全面的に保護されることとなり、また1977年、北太西洋でも割当量が導入される。また、1979年以降、南半球でも捕鯨が禁止される。1981年には、 いくつかのクジラの種族が世界規模で絶滅の危機に陥っているという多くの証拠が報告されるようになり、IWC は商業捕鯨の一時的禁止を提案する。これにより合法的なイワシクジラの商業捕鯨が全面的に禁止される。2000年には IUCN レッドリストに絶滅危惧種と分類される。北半球の生息数は陰陽保に乗っており、 必ずしも、絶滅危惧というほどではないが、制限しなければいずれそうなるだろう。と掲載され、南半球の生息数は、引用保育1に、商業捕鯨を中止しない限り、絶滅危惧にあると掲載された。商業捕鯨の一時停止以降も、IWC の科学調査を目的とするアイスランドや、日本の捕鯨船によりいくらかのイワシクジラは捕獲され、続けた。 1986年から1989年に、かけアイスランドは4年間科学調査を実行し、年に40頭が捕鯨される。また、日本の捕鯨船も年間約50頭を捕鯨した。この調査捕鯨は、東京のアイクア、インスティチュート・オブ・サテーション・リサーチによって同意された。この調査の主な目的は、イワシクジラが何を食べるか。 また人とクジラの競争度合いを解明することであった。アイクアの総裁、大隅清治博士は、調査によると、クジラたちは、人々の3倍から5倍の海洋資源を捕食する。これらにより、私たちの調査は、海洋資源管理の向上に関し、重要な情報を解明するものであると公言し、また、イワシクジラは、西太平洋では2万8000頭以上が、生息しており、 二番目に生息数が豊富なクジラである。これは明らかに絶滅危惧種ではない。と付け加えた。2006年時点でのイワシクジラの生息数は調査から約5万4千頭と推測され、これは商業捕鯨以前の時代と比べ、およそ5分の1しかいないことがわかる。また、1991年の北、大西洋での調査では約4千頭であろうと報告された。 しかし、この時の調査方式は CP、キャッチパーユニットエフォートと呼ばれる特定の種を創作し発見するまでの時間と労力から等数を導き出す方法であったことで問題視されている。この計測方法は真に科学的でないとたびたび批判される手法であった。デンマーク海峡での調査では1987年に1290頭、 1989年には1590頭が確認された。カナダのノバスコシア州では1393頭から2248頭、最低でも870頭は存在すると推測された。1977年、太平洋では9110頭であろうと推測されたが、この時の調査法は CP であり、この推測数は日本のために行われた。 時代遅れの方法であるなどと批判され、物議を醸すことになる。また同様に、2002年の西北太平洋では2万8000頭以上と推測された。もっともカリフォルニア海で確認されたのは1頭のみであり、目撃例でも1991年から1993年の間の5件しか存在しない。また、ワシントン州やオレゴン州では、たったの1頭も確認されていない。 商業捕鯨が行われる以前は、北、太平洋には4万2000頭が生息していたが、商業捕鯨が禁止された1974年には、推定生息数で1万2620頭から7260頭にまで減少していた。また、南半球では、9800頭から1万2000頭で、アローと CP 調査法と捕鯨の記録から推測され、 IWC は1978年から1988年の間の調査データから9718頭という推定数を発表した。なお、商業捕鯨以前には南半球には6万5000頭が生息するであろうと推測されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。